こんにちは、加藤です。それではこの動画では、九条だけじゃない日本国憲法を学ぼうというテーマでですね、お送りしたいなというふうに思うんですけれども、僕がこれまでですね、学んできたことを言語化してお届けしようかなと思ってます。でですね、5月3日ですね、5月3日は何の日かっていうと、憲法記念日になるんですけれども、 まあ、憲法が施行された日ですね。これが5月3日で憲法記念日という国民の休日になってるんですけども、国民の休日になるくらいですね、憲法っていうのは大事だよっていうところになりますので、この憲法についてですね、この動画で学んでいきたいなというふうに思ってます。で、主権在民ですね。主権は、 国民にあるんだよっていうふうに言われていますけれども、これがですね、まあ、僕ら国民にとってみると弱い立場ですので、主権があるんだよって言われても本当かなっていうふうに思ったりしてしまう部分があると思うんですけれども、じゃあですね、なぜこの主権在民って言われているのかっていうところですね。 これが本当に主権在民足り得てるのかっていうことを憲法と一緒に学んでいこうと思います。でですね、立憲主義っていう言葉ですね、憲法に基づいて国家を運営していきましょうっていう、こういう立憲主義っていう言葉があると思うんですけれども、憲法は国民から強制などへの命令書っていう意味合いになってきますね。これが立憲主義になるんですけれども、 国家権力の行使を自由にさせないぞとだから国民は憲法を持って行政などに命令してるんだよっていう考え方ですね。これが立憲主義になりますと。で、これを聞いてですね、えっていうふうに思った方もたくさんいるかなというふうに思うんですけども、学校で習う憲法っていうのは、まあ、憲法9条平和憲法を日本は持ってるんだよっていうことであるとか、 国民の三大義務ですね。三大義務。教育の義務。そして勤労の義務。納税の義務。という感じで、三大義務という感じで、憲法に基づいて国民は義務を負ってるんだよっていうような教え方をされることがほとんどだと思うんですけれども、この義務っていうものが憲法に入ってるから、ちょっとややこしい面はあるんですけれども、基本的にはですね、 国民が自由にいろいろと活動できる権利を守る。これがですね、憲法の役割っていうことになってます。まあ、近代国家ですね。近代国家が持っている憲法の役割としては、こういうものがメインとしてありますよということですね。で、例えばですね、例えばで言うと、憲法の第21条にこういう条文があるんですけれども、 集会結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保証する。検閲はこれをしてはならない。通信の秘密はこれを犯してはならないということですね。言論の自由というものがありまして、ここでですね、一切の表現の自由を保障するというふうになっていて、 すごい強い表現で一切のですね、どんな表現をしても自由だよというところですね。これを保証されているのが第21条になりますね。これで言論ですね。僕がこの動画で行っていることも言論表現の自由に基づいて行ってますよっていうことですね。で、これがですね、第21条に書いてあります。で もう一つ事例を見てみると、第22条にはこんなことを書いてあるんですけども、何人も公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。何人も外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。ということですね。これは、 営業の自由だったりですね、移動の自由だったり、そういう国民の自由を保障しているものになるんですけれども、ここに関してはですね、ここにあるように公共の福祉に反しない限りっていう、まあ、制限条項は入ってるんですけども、基本的にはそれに反しない限りは自由を保障していますよということですね。はい。でこんな感じでですね、国民の〇〇の自由を侵害してはならないっていうふうに、 書かれている条文がですすね結構憲法ににはこれ以外にも色々あったりしますでじゃあ誰が侵害するのっていうふうに考えるとですねこれはですね歴史を振り返って考えてみると思い浮かぶと思うんですけれども立法府であったり司法であったりですねまたメディアとかもそうですけれども、まあ、国民の権利を侵害することがあると思うんですけれどもまあそれ 以上にですね、行政っていうのが国家公務員とか地方公務員とか、まあ、かなり数が多いですし、まあ、数が多いからこそ強かったりしますし、まあ、戦前を思い浮かべるとですね、戦前のドラマとかでですね渡航警察とかが出てきて拘束されたりとかっていう場面が描かれることがありますけどもあんな感じでですね 身体を拘束する強い力がですね、行政にはあったりしますので、結構ですね、行政が侵害しているケースっていうのがあったりするんですね。で、こういう戦前のような状態に戻らないためにですね、国民が自由権を守るために憲法があるということになります。で、これがですね、立憲主義になりまして、 憲法は国民から行政などへの命令書として、国家権力が守る義務があるものとして交付されてますよということですね。はい。で、最上位にあるのが憲法になるんですけども、法律の体系として一番上に置かれているのがですね、憲法で、主権っていうものが国民にあってですね、憲法が主権者である国民からの命令書っていう位置づけにあって、 立法府は憲法の範囲内で法律を作るで。行政は憲法や法律の範囲内で活動して、司法は違憲かどうかを判断するということですね。こういう体系があるからこそ、主権在民ですね、国民に主権があるんだよっていうことが、憲法によって保障されているという形ですね。 でさらにですね、メディアも国家権力の外側にあるものでありますけれども、外側から監視していると,というような枠組みでですね、民主主義国家というものが運営されていたりしますと。だからですね、憲法というものはかなりかなり本当に重要なものであるということですね。で、この憲法があるからこそ弱い弱い国民ですね、僕らって。 とても弱い立場ではありますけれども、主権者であるということが保障されていて、強い強い行政に立ち向かっていけることができるということですね。まあ、憲法でこういう自由権っていうものが保障されてるからこそ、僕らはビジネスをしていくことができますし、こういう言論ですね、言論表現の自由に基づいて、こういう動画を作って、 公開していくこともできますよという感じですね。はい。ですから、憲法っていうとですね、9条っていうふうに直感的にすぐ思い浮かぶ部分があると思うんですけれども、意外とですね、この9条以外のところがですね、僕らの生活に密接に絡み合って、そして自由に活動していくことができるベースになっているのが、この憲法ですよと。もしですね、この憲法がなかったら、 まあ戦前のような状態に戻ってですね、僕ら民衆がかなり大変な状況になる可能性があるという形になりますので、まあ、憲法っていうと身近に感じられない部分が多くて、まあ、空気のような存在ではあると思うんですけども、憲法によって僕らが自由に移動したり、集会したり、 友達と会って話をしたりですね、家族と一緒に旅行に行ったりですね、そういうことができるのも憲法があるからこそだったりしますので、今日のこの動画を見てですね、憲法についてあなたも考えるきっかけになっていただければと思います。はい。それではですね、ここまでご清聴いただきましてありがとうございました。 もしこの動画の内容が参考になったためになったっていうことであればチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。またチャンネル登録された場合はベルを押してすべてにしていただくと新しい動画が通知されるようになりますのでそちらの設定もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。